覚めることはない。生きるに必要な全ての記憶を奪ってやったのだ。いずれ息の仕方すら忘れるだろう。なんでそんな。お前への復讐だ。だったら俺を狙え。なんでみんなを巻き込むんだよ。お前の苦しむ顔が見たいのだ。この記憶の輝きは母親への思いか悲しみか。まさかそれがハルマの記憶。その顔だ。苦しめ、絶望しろ。記憶だけを残してやる。そのためにお前の大切なものを奪い尽くす。触手が邪魔。下がダメなら上からだ。葵、任せて。なあ、俺たちも加勢した方がいいんじゃないか。私たちはハルマを守らないと。ひとまず安全なところに移動しましょう。うん。辞書に不可能の文字はない。やったか。ドヤ顔すんな。待って、オファリオよ。お注射の時間です。やったね、ナイチンゲール。なんて速さだ。まさに戦場の天使であるな。だが逃げるだけでは。いつの間にあんなの手に入れてたんだよ。へへー、エクソフラグパークで召喚したであるな。喜ぶのは早い。油断するな。その通り。手を出す必要もなかったかな。太陽。かっこいいだろう。あの方々はお知り合い？いや、知らない。てか、あんたの攻撃、あの子たちに当たりそうになってたわよ。助けてしまったけど、あの方々も敵なのでは？気持ちいい。もっと罵ってくれ。ちょっと理屈じゃないんだ、感じるんだよ。簡単さ、友達じゃないなら友達になればいい。太陽くん。オーケー、俺たち友達。連れてかれた。助け
奴らノリがびっくりするほどいつも通りであるな。おかげでいい意味で力が抜けたかも。私たちもいつも通りやろうよ。大丈夫だよ、力を合わせたらきっとなんとかなるよ。ドゥーム、ニルバーナ、メメントモリ、俺たちはそれを倒してきた。弱いはずがない。みんな揃えば百人力。同じこと考えてたんだな。きっと俺たちならできる。母さん、カリン、南の父さん、太陽たち、ハルマの父さん、そしてハルマ、みんなの記憶を取り戻す。あいつがどれだけ強くても絶対諦めちゃダメだ。私たちがなくした記憶とも関係があるのかもしれない。避けて通るわけにはいかない。覚悟完了。東方に迎撃の準備あり。俺はお前を倒して奪われたみんなの記憶を取り戻す。Hello.